高橋推しになったんやろ。じゃあ、うさちゃんがあれ、嫉妬したって。うわぁ、うさちゃんよ。こんにちは。かわいい。かわいい、めちゃくちゃ。うさちゃん。こんなに荷物持っていいやん。はい。めちゃめちゃ多いよ。じゃあ、1ヶ月ぐらい泊まってくれる？1ヶ月はない。うさちゃんね。うさちゃん、座り。あその前にお土産持ってきたんで。何？テンストさん、これこの前美味しいって言った。あ、これ美味しかった。ありがとう。ありがとうございます。で、もみじまんじゅう。来た。俺大好きもみじまんじゅう。甘いの。で、ゼロワンさんには。なになに？特別？特別。何これ？またクレーム？ゼラピケ？はい。また？また？お金ばっか使ってんじゃん。大丈夫？うさちゃん。ねえ。みんな優しくしてあげてね。またなんか服。ちょっと囚人って言われるのが。これまた外でも着れるやつ？一応のつもりで買ったんですけど。うん。あ、せいちゃん目線が。すごいね。大きいでしょ。うん。せいちゃんどう？タイプ？タイプ。全然。合格？うん、うん、じゃあ、あかんで、ひじあかんでです。うん、ひじあかんで。やっぱ大きいね。何カップだっけ？ G です。ならマジで。嘘でしょ。たまんないね。見てるだけで癒しだね、おっぱい。うさちゃん、あのな、ゆっくりしな。バスで来たんでしょ？いや、でも洗濯機。うん、もうね、働き者だから。何でもやってくれるんだよ。あれ？これ何？ジラピケ？ジラピケ。かっこいいじゃん。すげえ、タバコ。タバコも。タバコも？うん。うそー。ゴーちゃん。食うから。ここズボンもかわいい。かわいい。かわいいじゃん。ありがとうございます。いいじゃん。ジラピケ。返さないと何も返してあげてないんで。うさちゃん、お小遣いあげる競馬買ったから。いやうさちゃん。もらっときね、お小遣い。お小遣い。10万ほど。うん。わざわざ来たしね。結構な量持ってきてんで。うん。結構な量あんで。いや、お小遣いいくらあげよう。1万でいいんじゃない？ 1 万でいい、うん、まあ、あげすぎちゃうとさ、あそこっち行ったら金もらえるだってなっちゃうから。ね、1万でいいんじゃない？うん、3万ぐらいか。うん、いや1万でいいよ。5万いいよ。いい、うん、1万で3万ぐらい、交通費とか。うん、これさちゃんあげる。いやいやね、お小遣い。うん、金なくなっちゃうさちゃん。うん、それ渡してきて受け取らないからね。いや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 、なんで持っとるの？なんで持っててどこ行くの？いや、いやないですよ。あげるあげる。いくつだっけ？ 24? 22? うん、若いなぁ。経験人数1人。そうでしょ。10個。50個あります。ありがとうございます。うさちゃん、挨拶は？それが、品川さんに。こんにちは。お久しぶり。佐藤さんです。よろしくお願いします。洗濯物、あれだけですか？いや、これから脱いで。お風呂入らないといけない、みんな。これがマンスリー1位の実力です。お掃除係、広島からわざわざ定期的に来るんで、お掃除係が。次の巨乳がいい。今日さ、はい、せいちゃんと付き合いな。ダメ？ちょっと、あれじゃないですか。ね、髪型？いや、皆様ハンバーグ、うん、食べる？せいちゃん付き合いな。でさ、うん、まあ楽だよ。180万円もらえるよ。180万円、うん、あれってほんまにそうなんですか？あげたよ、ちゃんと。すぐ掃除休んで、うさちゃん。いや、いいですよ。ほら、働き者なんだよ。働くのが好きなん？尽くしてあげたいんじゃない？多分。あ、尽くすタイプ。うん、好きな人。ああ。そうでしょうさ。間違いない。ね、ほら。ああ。いいな、こういう女。尽くしてあげたい。大好き。それ都合のいい女になっちゃうよね。うん。
まあ、ダメンズ冷蔵庫だね、うん、ダメになっていくの男ウサがいないと生きていけなくなる。なるほどね。そう、浮いたんタイプだね、うん、一緒にいたら楽だから。これ浮いたん聞いちゃうね。聞かないよ。聞かないよ。どうも思ってないだろ。浮いたん見てたら、うん、メイプルバターサンド高橋の一個ちょうだい、うん、うまそうやな。うさちゃん加熱買いすぎじゃない。あ、この3万どこ行った。私です。あ、渡した、うん、金持ちね。いや、金ないと思うよ。バイトだもん。うさちゃんのもみまも食べたい。なんて言いました今。え、なんで、うん、もみまベルちゃん、ロビさんいけるかな。あ、いっちゃんいらっしゃい。もうセクハラとかしないんで、うん、やめてくださいね。あ、すいません。あ、ロケット。あ、じゃあちゃん、ありがとうございます。あ、もう1600ナイスいきそう。お願いします、右下ナイスね。さ、どこ整形したの。目尻見してみ。マジで。あ、けどいくらしたの整形。62万。どこ、どこ整形するの。目尻をどうしたの。切ったの。痛かった。痛かった。麻酔が痛かった。なんでそんなしなくていいじゃん可愛いのに。いや、でもやりたいなと。まだしたいの他にも、うん、え、目尻を どうするの。やめろ。細胞部になるので、うん、で下まぶたをグラマラスラインって可愛いのよね、ゆきちゃん。こうしなくていいのよね。ちょっと垂れ目にさせる。せいぜい目見てる。うん目線がちょっとすごいね。なんで俺整形の子が多いな。整形もみんなやってんだ。もう今時するのかな、みんな。してていいけどね、うん、うん、付き合う子みんな整形。俺たちも整形する、うん、下どこ伝えてる。俺はコンプレックスある。ある。これ鼻かね、鼻がぽっついから。うん、鼻かせは俺は分からん。鼻かな。あと肌きれいにしたしかないから。くるちゃんはしてないと思うよ。うん、鼻ごっついじゃん。願望かな。整形するに脱毛しないな、俺。脱毛、うん、整形しなくていい。ダーマペンだけやりたいな。あ、やりたい。うん、ダーマペン。ダーマペン、あ、めちゃめちゃ痛いです。そうそう、うん、まあ、ついちゃんしたい。したい。ニキビ跡がちょっと気になる、うん。ダウンタイムどれぐらいだっけ。ダウンタイムって1週間ぐらいだっけ。あれダウンタイムの、うん、着替えよう。1週間か。やっぱお風呂入ってから着替えようかな。お風呂めんどくさいな。ついじゃん入ったけどさ、入ってない。いくらぐらい。ダウンタイムダウンタイム何回も通わなきゃダメだし。1回で無数の針を刺して、うん、再生させるらしい。そう、あの肌に刺激与えて、うん、新しい皮膚をね、膚作んねん。綺麗になるんでしょ。シワもなくなる。目尻のシワっていうか肌が綺麗になるらしい。結構やってるやつ多いよ今配信者に。バファリンとかね。シミは消える。美意識高いやつは。あ、2万できる。2万安いよね。1回2万。うん、安いと思う。シミ取りで、シミ取りはどうしたらいい。何が効果的。ダーマペンよりシミ取りしたい。レーザーか。レーザー行こう。シミある。みんなあるじゃん。ハイフ、うん、ハイフって何。ハイフって、ハイフってあれ、なんかあれも針やったっけ。いや、それはちょっと怖いな。あと眉積みしたい。ああ、いつも書いてるから、うん、ていうのは自分の眉毛。これそう長いね、うん、ああ、しっかりしてるね。
短いんだよ、眉毛が。俺背中にシミだらけ見て。うわぁ、シミがすごい、あの日焼けで。これはね、肌弱いから。それ取れる？エステ行ったら。美容整形。シミすごい。日焼けでシミできるよね。テレビ映ってる。嘘でしょ、絶対嘘。昼なんです。本当に？映ってるやん、多分。マジで？テレビない。ニュース乗るぐらいから。うん、俺たち映ってんの？マジ？テレビ出てる。出てるの？マジかよ。3人出てないでしょ。俺出てないね。たかしとせいちゃんじゃない？それ見てみてよ。スクショちょうだいよ。欲しいな。俺らが出てるの？動画なの？画像だけ？動画？出てる？動画？モザイクかけてる？マジで？モザイクなし？あり？ちょっと画像送ってよ。出てない？出てない？嘘かい。出てない。なんだ、嘘ばっかりだ、本当。地上波初デビュー、それやだよ。そう。出ないでしょ。ちょっと取り上げるぐらいでしょ、ちょっとね。10秒ぐらいでしょ、あのゼリーも。そんな社会的にね。たかしが潜入捜査疑惑？どういうこと？嘘ばっかりだな。うん、これ、スパイしひん、俺。大阪たかしはバカになってそんなこと言わないでしょ。ほんとやめて、もう嘘だらけだね。もう言ってた。スパイなの？スパイの真意ですね。何スパイって言ってる？ちょっと俺添い寝タイムしたいな。もうちょっとあの甘いの食べて眠くなってきちゃう。うさ、添い寝タイムに。どうぞ。一緒に添い寝してくれ。うちが一緒に。俺とせいちゃん。俺も一緒に。いい？ああ、三人で寝るってことですか。うんうん。いいんじゃないですか。せいちゃん。三人で。添い寝した。ダメ。ダメ。ダメ。いいの？ダメだね。いやいや、私もやってますから。あ、そうか。初日ガッツイちゃダメだよ。ガッツイちゃダメ。ダメ。ダメ。ガッツイちゃダメ。じわじわ行かないと。座らせて言って。言っても聞かないんだよ。働き者なんだよ。ゴクちゃんと一緒だよ。ずーっと動いてんの。これはね、なんだ。うん、あ、1600ナイス、ありがとうございます。これが高橋。ありがとう。誰？なんで俺気色悪いの？俺に会いに来たんだよ。気色悪くないでしょ。自分も分かれる。これゼロワン？ミッキーマウス。俺のいいよ、来て。え、これ全部一緒に洗っちゃっていい？いや、洗ってみるもん。あ、あ、なんか別々にやった方がいい。あずちゃんでし。これぐらいかな。これですか？うさちゃん、今回どれぐらいいる予定？あ？どれぐらいいる予定？いや、特に決めてないんです。決めてないの？いつでも入れるの？え、はい、ずっと入れるの？うん、嬉しい？あれです。え、それはダメですよね。でもこれマッサージ意味ないね。やってもらってると気持ちいいけど、やっぱ寝てまうな、あれ。うん、次の日になったらもうすぐ戻っちゃうね。ダメだね。どうしよう、意味ないな。また長く？どうだろうな。配信も忙しいからね。どうしよう。どうしよう。ずっと一緒にいてもね。でもせっかく広島から来てるからね。難しいね。え、バイトしてるんだ。あ、してます。やめましたね。え？やめた、バイト。やめました。こっちでバイト探す？東京デビュー。もうバイト辞めるまでってもうすごすぎない？マネージャーなる？マネージャー月いくら？月？
月いくらにしよう。あ、昼休みナイス、ありがとうございます。昼ナイス。月5万ぐらい。月5万足りない。福利厚生自分でしてください。足りない。じゃあ収入の1割は、収入の1割多分ナイス全部1位取れたら200万ぐらいあるから、それ20万円少ない。そうなめに160やろ。160で多分投げ銭で40ぐらいいくから、1ヶ月目やったら200ぐらいになるでしょ多分。イベント出た方がね、ナイスよりも。ちょっとみんなイベント出ていい？さすがにちょっとあれだよね、大変だよね、先月も今月もね。だからまあ今月は出ないにしても